はいはい、おはようございます、ゴレンさんです。本日は SV6 巻でいつものコースを回ろうと思っております。ですね、本当はね、V ストローク班で栃木の八十住神社行こうかなと思ったんですけど、いや寒いっすね、寒波も来てるみたいで、なのでちょっとおとなしく SV ちゃん最近あんま乗ってなかったんで SV に乗っていつものコースを回りたいと思います。いやしかしあれですよ、 SV も今年の9月で車検ですよ、3年経ちますね。私がこの3年以上乗ったことのあるバイクって多分3台か4台ぐらいしかないんですよね。うち2班が2台車検を通してまで乗ったことがあるのは FZ6 フェザー S2 っていうバイクだけですね。あれは乗り倒したなでね、まあ SV ちゃん車検通す気でいるんですけど、やっぱりね、GSX8 シリーズが気になるじゃないですか。で、この間、8R にまたがったっていう話をしたかと思うんですけど、8R ね、足つきがいまいちだったんですよね。その時も言いましたけど、あらあらあらっていう感じで、あらあら渋滞足つきがね、なんかいまいちだったんですよ。なんで、どうしたもんかななんてね。8R は足がつかねえのか。でも 8R は GX と違って電子制御サスペンションとか入れてないからちょっとめんどくせえな。でね、8R は足つきがいまいちだったんですけど、私の足の長さはズボンの長さで72センチプラス厚底ブーツで 2.5 センチなんですけど、それでいまいちだったんで、で 8S は、ね、全然足つき問題なかったんですよ。普通に乗れたんですね。 8S はね、なんかね、あまりいい印象がなくて、なんだろうな、足回りがちょっとパワーに追いついてきてないかなっていう、そういう感じがしたんですね。だからどうなんだろう。ただ 8S に乗った時なんですけど、私肩がかなり痛い状態で乗ってるんで、結構そっちが気になっちゃって、あまりポジティブな意見が発してなかったかななんて思ったりして、もう一回 8S の動画見直してみますけど、うん、いやしかし SV6 班はいいですな。やはりこのね、トロロロロンっていうこの V ツインの加速する時の音がね、いいんですよ800のエンジンは270度クランクなんですよ。だから270度クランクって V ツインに近いって言われているんですけど、ただね、鼓動感とかそういうのは全くないっすよ、800のエンジンって。すごくシルキー、バランサーが2個も入ってから、だからそれで全然シルキーな感じでございますよ振動とか全くないですね。この V2 のこういう振動に比べると振動なんて全くないですもん。なんかこう次世代のエンジンっていう感じですよね、あの800のエンジンって。あれはあれでいいかないいよね。だからあのエンジン、もうね、あのエンジンにも乗ってみたいんですけどね。V ストロー缶か SV6 缶かっていうと、順番から言うと SV6 缶なんですけど、 SV6 缶は手放したくないな。これはね、これはこれで名機ですからね。 SV6 缶はこのまま維持したいですね。 V ストロー缶をじゃあ V スト800にしちゃうかと。これはね、割といいかもしれないですね。多分私が菊面さんだったら多分買い替えてますね
ウエスト6班もね、いいっすけどね、800一回乗っちゃうとな、あのパワーがな、やみつきになっちゃいますよね。まあ、かといってそう簡単に乗り換えるようなもんでもないですけどね。まだ、ウエスト6班ってまだ1万キロも走ってませんからね。ウエスト6班が車検が来た時にでも考えましょうかね。SV6 班気持ちいいっすね。こういう幹線道路をスイスイと走っていきますよ。 CT125 ハンターコブに抜かれたけど。はい、23.3 キロですが、平均燃費アベレージは 27.9 ですね。やっぱりね、 V 速この辺で22ぐらいなんで、SV の全然燃費がいいですね。まあ、私のは2021年モデルで、私の V 速は2022年モデルってユーロ5を通っちゃった、モデルなんで、その辺でちょっと燃費に違いは出てきているのかもしれないですね。この PCX さんすごい履歴正しいなと思ったら、150か160、100どっちだろう、これ160かなですね。めちゃめちゃ礼儀正しいジェントルマンですよ、ジェントルマン。こうパッてこう手で挨拶して、結構いい。 SV6 班ってすごいちっちゃくて軽いから、私にとってはちっちゃくて軽いんですよ。なんでまあ、2班から6班までカバーする、2班もっとかな、原付2種から6班までをカバーする、私の中ではね、のでその範囲のバイクがいらなくなるんですよね。ちょい乗りでもこれでいいし、本当に本当に原付2種並みの気楽さで乗れるし、だからその間の150とか2班とか400とか全ていらなくて、これ SV6 班1台あればいいっていう感じなんですよね。本当気楽ですよ、気楽に乗れます。125はこう軽いからとかいろいろ言う方がいらっしゃるかもしれませんが、私にしてみればですね、誤差の範囲ですね、誤差の範疇ですよ。これは足つきもいいしね。しかしこのワイドウィングのプラス 2.5 センチの厚底ブーツって、他のメーカーはどうかは分かんないんですけど、ワイドウィングさんに限って言えば全然何の違和感もなく、普通の平たいブーツからこの厚底に履き替えても問題なく使えますね。これはね、本当にすごいですよ。もっと厚底のすごいやつがあるんですけど、それももしかしたらいけんのかなって思わせちゃうぐらいのすごさですね。まあ、今私の乗ってるバイクがこの厚底でなんとか賄えてるから、とりあえずこのままでいいんですけど、今10度ですね。朝8度ぐらいでしたけど、今ね、11時2分で10度ぐらい。それは道の駅市原が営業してないんですよね。ここから先行きますけど、なんかエアコンの付け替えかなんかで、さあ工事でしばらく2月いっぱいだったかな、ずっとお休みになっちゃってて、迷惑だわ。いつもあそこでコロッケ食べてたのに。はい、この先コーナーがありますので入ってみますよ。3、2、はいはいはい、いやー楽しいですね、破綻しないし。
で、この立ち上がる時のこのコーナー回ってですね、この音、このね、Vツインの音は止まんねえっすよ。破綻もしないんですよね。単純にだから SV のパワーが少ないからという話もあるかもしれないですけど、でも私の SV70 確か6馬力ぐらい、21年式モデルなんで76馬力ぐらい出てるはずなんで、トルクかな、 DSX-S、DSX-8S か、 8S はトルクがあるから、こうアクセル開けると破綻しそうな感じになるのかな。はい、左コーナー、ここから R がきつくなるので倒し込んで曲がる。前の車 MRS かと思ったらポルシェだったはいはい、 SG コーナー来ますよ。はい、右曲がって左切り返してインについて加速。はい、しましま上りコーナー、しま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 、いやー SV は本当足がいいね、本当にもう感心しますな。こういうデコボコしたところの吸収性がすごくいいです、こんな安い足なのに。はい、左回って右左、はい、ブレーキングしますよ、左下り、はい、上りの右、楽しいね、ほっほー、やっほー。突然ですがこのカムイ3の弱点は、あのインナーサンシェードを開けると風がやたら入ってくるって、このシールドのこの上部分から風がやたら入ってくるんだよね。閉めるとそうでもないんだけど、だからね、冬場とかね、インナーサンシェード開けると寒いんすよだから冬場の夜に走る人とか冬場の夜走る人、夜って寒いじゃないですか、冬の夜ってすげえ寒いじゃないですか、なのにインナーサンシェードは閉めてらんないから、開けざるを得ないから、かなり寒いんじゃないかなっていう気がしますね。どうなんでしょう、私夜走んないからわかんないけど、はい、本日の総走行、走行距離は 166.9 キロですね。で、割ることの、6.23 は、26.78。あ、メーター26.8なので、ほぼ同じですね。はい、燃費はこんなもんでございます。それでは本日はこの辺で、ボーイボーイ。